強くなるなんて屈辱です。最強に近づいたな。お初にお目にかかります、大神官様。私はグランゼドーラ王国の王女アンルシアと申します。
ほほう、そなたが勇者姫アンルシアか。して何よがってこの神殿へ来たのじゃ。私はレンダーシアを守護する要石、神の秘跡を守るためここに参りました。秘跡は今大魔王に狙われているのです。このダーマ神殿はレンダーシアにおいて聖なる場所と崇められています。もしかしたら神の秘跡があるのではないかと。神の秘跡とやらのことは知らんが、わしの見た夢と関係があるやもしれんな。この神殿の奥、天眼の座と呼ばれる場所にダーマの御神体が収められておる。わしはそれが何者かに壊される夢を見たのじゃ。なるほど、その御神体こそが神の秘跡なのかもしれません。どうにもその夢が気になってのう。わしは御神体の無事を確認するため天眼の座に赴くつもりだったのじゃ。それはちょうどよかった。私と勇者の盟友である彼も同行させていただけないでしょうか。なんと、この者は勇者の盟友であったのか。私の持つ勇者の力を注ぎ込むことで、神の秘跡は神代の時代の力を取り戻し、悪しき者を寄せつけなくなるはずです。おお、それならば断る理由はない。わしからも同行をお願いしたいくらいじゃ。天眼の座の入り口を開く祈りの儀をすぐに執り行うとしよう。地下1階の儀式の間に向かってくれるかの。ご協力に感謝いたします、大神官様。では私たちは儀式の前へ向かいます。待たせてすまんかったの。早速祈りの儀を執り行うでな。お二人は下がっておられよ。ジュアロよ、浄化の種火を。はは。おお、天よ、我は願い、我は祈る。我をその座に導きたまえ。その座に願いを届けさせたまえ。祈りの儀により扉は開いた。それでは天眼の座へ赴こう。皆の者、わしについてまいれ。私たちも行きましょう。神の秘跡があるなら勇者の力を注ぎ込まないといけないわ。
見て、やはりダーマのご神体は神の秘跡だったわ。どうやらまだ無事のようね。ああ、確かにご神体は神の秘跡であったようじゃな。秘跡の輝きがかなり落ちているわ。今すぐに勇者の力を注ぎ込みましょう。そうすればもう大丈夫です。大神官様の見た夢が現実にならなくて本当に良かったですね。それはどうでございましょうね。夢が現実となるのはこれからなのですから。大神官様、何を。まさか勇者とその盟友を引き連れて神の秘跡と対面することになろうとは、いやはや嬉しい誤算と言えましょう。神の秘跡もろとも邪魔者どもを亡き者にできるとは、なんたる幸運、そしてなんたる光栄。大神官様？皆様、はじめまして。私の名はファズマ。幻魔将ファズマとお呼びいただきたい。魔元帥ゼルドラド様の命により、この地に隠された神の秘跡を破壊しに参上をつかまつった次第。そんな、すでに大魔王の手の者がダーマ神殿に潜んでいたなんて。大神官様が魔物に。変幻自在の幻術でダーマの大神官に化け、神の秘跡のもとへ侵入する罠計画、見事に成功のようでございますね。そうと気づかず、私のお手伝いをしてくれた愚かな方もおられましたがね。勇者もろとも神の秘跡を闇に葬ってしまえば、まさに一石二鳥。大魔王マデサゴーラ様もさぞやお喜びになりましょう。こいつを倒して神の秘跡を守るわよ。一斉のよろしいことで。しかし残念ながらあなた方は速やかなる死を迎えるのでございます。我が現実のさえ、とくとご覧あれ。この現実を破らぬ限り、あなた方に勝利などありえないのでございます。とその仲間、葬ってご覧に入れましょう。
は我が心の目。破ります。ふぅ、なんということでございましょう。我が忍術が破られてしまうとは。大魔王マテサゴーラス様、申し訳ありませんでござ。なんとか倒せたわね。もし私たちが来る前に祈りの儀が行われてたら大変なことになっていたわ。それじゃあ急いで神の秘跡に勇者の力を注ぎ込むことにしましょう。これでここの神の秘跡は神代の力を取り戻したわ。もう大魔王にも手出しはできないはずよ。大神官様は？あの大神官様は魔物が化けていたのです。私たちが倒しましたのでご安心ください。神の秘跡も力を取り戻しました。そうですか、あれは魔物が。では本物の大神官様はどこに？大変だ、探しに行かなくては。こんな手を使ってくるなんて、敵もいろいろと考えるものね。本物の大神官様を急いで探しましょう。大神官様、本当にご無事で安心しました。すまんかったの、
わしが油断しておったばかりに。おお、かの者と勇者姫様ではないか。ジュアロからそなたらの活躍は聞かせてもらったぞ。情けないところを見せてしまったのう。突然押し入ってきた魔物に妙な術をかけられ、身動きが取れんようにされてしまったんじゃ。その上、わしの姿が誰にも見えぬよう消されておったらしく、今しがたやっと見つけてもらえたというわけじゃ。天眼の座にあるダーマのご神体は神の秘跡であったということじゃが、実はこのような話が神殿に伝わっておる。神の時代、人間の神グランゼニスとダーマの神は良き友人として信仰を深めていたという。グランゼニス神が果てた時、その力が込められた石の一つがダーマの神に託された。その石が眠る山をダーマの神は霊峰ダーマと名付け、当時の神官たちに神殿を建てさせ、ダーマのご神体として未来永劫を守り続けるよう神託を下された。それが言い伝えの内容じゃ。神の秘跡を守ることは本来我々ダーマの神官の役目なのじゃよ。それなのに今回はそなたたちに助けてもらうことになってしまったのう。我々は大いに反省せねばならんな。本当によくやってくれた。そなたには礼のしようもないが、せめてこれを受け取ってはくれぬか。勇者の盟友たるそなたの運命はこのわしにも計り知れぬ。ここで無事を祈っておるぞ。我々も祈りましょう。あなたの無事と旅の成功を。